おはようございます。セブライフの友です。キュート生まれましたということで、またまたね、種豚くんの子供ですね。はい、種豚くんの子供、このお母さんもね、おそらく今日午後夜に出産なんですが、種豚くんの種付けしたお母さんですね。なので種豚くんの子供3頭目のね、母豚3頭目の子供ですね。はい、今金曜日で、生まれたのがね水曜日らしいので、生後2日、にしてはなんかみんなこう集まらずに点々と寝てますね。すごいなんかあれなのかな、のんびりした性格なのかな、こうみんなで集まってなくてもいいですっていうような 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と下にいるね。あー、赤ちゃんの匂いがするかわいい。種豚くんが茶色で、お母さんが白っぽい豚で、生まれた子たちはね、割と茶色が多めかな。で、茶色と茶色と白のミックスかな。うん。まあ、真っ白っぽい子もいますね。この子は？うん。茶色が1、2、3、4、5。茶色と白のミックスが3。ちょっと白っぽいのが1。うん。ほぼほぼ茶色って感じかな。茶色っぽい感じかな。あら、かわいい。寝てたの。逃げられちゃいました。かわいい、かわいすぎる。お母さんがね、こうやって下向いてというか、こうなんていうか、人間でいううつ伏せのような感じで見ててもね、こうあの足と、なんていうのかな、後ろの方のね、お乳がね、こうちらっと出ちゃうんですよね。2日でもうそれを見つけて果敢に飲もうとしてますね。まだおどおど歩いてる。体はちょっと小さめかな。小さい子もいるって感じかな。あの子なんてなんか特に、今歩いてた子は特に小さく見えますね。うん。お母さんも落ち着いてる。お母さんと遊んでますね。優しそうなお母さんでよかった。義理のお父さんが新しく買った母豚2頭ですね。まだちっちゃい子と、3頭かな。純血のランドレースと、あとは母豚、ここで育った母豚1頭と、あとは買った母豚が1頭いるはずなんで、3頭ね、新しい母豚がいるんですが、
まだね、どの一頭も出産はしてないので、今ね、こうやって出産しているのは、自分が前ね、飼って、義理の父さんにあげた母豚なので、もう出産はね、みんな2回目になりますね。うん。だから、お母さんもまあ落ち着いてはいるのかな。はい。頑張って探してる。すごい赤ちゃんの優しい匂いがします。このお母さん豚もね、今日の午後夜ぐらいに生まれるみたいなので、元気な子をたくさん産んでほしいなと思いますね。これでタネボタくんの子供は 1,2,3,4 頭目のお母さん、うん、みんな元気に育ってくれるといいな。はい、ということで9頭元気な、ちょっと小ぶりかなの茶色豚ちゃんたちが生まれましたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。ちっちゃい子かわいいな。バイバーイ。